誕生日に贈る言葉。1月2日生まれの真面目なあなたに。キキ物語。1月2日生まれのあなた、お誕生日おめでとう。この日に生まれたあなたは野心家で根気強く真面目で仕事熱心です。堅実で高い知能を持ったあなたは優れた学習能力の持ち主です。また教育はあなたの隠れた能力を最大限に引き出す非常に有効な手段です。ただしあなたが今一番身につけなければならないのはお金や人間関係に対する積極的な姿勢です。支配性である大志座からも影響を受け、愛情と協力的な職場環境を強く望みます。美や芸術を愛するあなたは想像力がありながらもそれを実用的な目的に用いようとします。あなたは生来物の価値を見抜く目を持っており、実利的なので様々な状況を最大限に利用することができますが、豪華なものを好むため予算を考えずに高い買い物をしてしまうので注意しましょう。独創的なアイディアと人間関係を見抜く鋭い目は成功する可能性が極めて高いことを示していますが、目標を達成するためにはある程度の努力や自己鍛錬が必要です。幸いあなたは生まれつき忍耐力が備わっており、人間関係で緊張しなければ野心を遂げることができます。あなたにとって大きな課題が一つは自分の能力を認め信じること。それができなければ自分の能力よりもずっと低い位置に甘んじることになります。18歳までのあなたは現実的な秩序のある生活を望みます。19歳を過ぎ、太陽が水瓶座に移動すると天気が訪れ、もっと主体的で自由になりたいと思うようになり、友情があなたの生活にとって重要になってきます。変わったものに興味を持ち、自分独自の考えを表現したくなる場合もあるでしょう。次の転機は太陽が魚座に入る49歳の時に訪れ、これを契機に感受性の豊かさや精神面の強さを重視するようになります。1月2日の誕生花は春サザンカ。花言葉は困難に勝つ。ラムサからの今日のメッセージ。現実に影響を与えるためにはあなたは絵のイメージを神、つまり観察者に送り返さなければならない。そうすればすべての時間が閉ざされ、あなたは消える。そしてすべてがあなたになる。観察者とはあなたの内なる神のことである。それではあなたにとって大切な今日のこの一日、健やかに過ごせますように。